皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。さて、気になる新作時計のニュースをお伝えしていきたいと思います。ブランドから発行される新作時計のニュース、その中から気になったものをピックアップにてお伝えしていきます。今週私が気になったニュース、こちらの7つです。まずは7つ概要をお伝えしていきます。その後本編では3つほどピックアップさせていただいて、より詳しくお伝えしていきます。そして今回ご紹介する新作情報を掲載した記事へのリンク、コメント欄にご用意していますので、気になった方ぜひ確認してみてください。ではまずは7つ概要ですね、お伝えしていきます。まずはオリスダイバーズ65オールブラックが登場しました。名前の通りのオールブラック、インデックス、針、ロゴまで黒でできています。すごく都会的でおしゃれな印象ですね。それからユリスナルダンダイバー X スケルトン、再生素材が使われておりまして、ステンレスシールは 95% リサイクルされたもの。それからナイロン素材は漁師さんが使う網、漁網をアップサイクルして作られたもの。それとカーボニウムなどですね、サステナブルな素材を採用したバリエーションとして新たに追加されています。それからモーリス・ラクロワ・ポントス S のダイバー、3代目のモデルとして新しく登場したバリエーションは、ステンレスシールのケースにブラック DLC コーティングを施したスペシャルエディション。30気圧の防水性能を備えています。そしてノルケインフリーダム60の GMT アイスブルーが新たにラインナップですね。ケニッシ製の GMT ムーブメントを搭載したモデルということで、先に白とか黒のモデルが登場しているんですけれども、そちらに新たに追加カラーということで、今回アイスブルー文字盤が追加されました。そして大きな話題をかっさらっております、クレドールのロコモティブですね。クレドールブランド50周年に合わせて、時計界のピカソこと、ウォッチデザイナージェラルド・ジェンタが手掛けたロコモティブというモデルが復活。世界限定300本で販売されるそうです。そして G-SHOCK、 今年も出ますイルカクジラモデルの最新バリエーションですね。2024年はこちらのイルカクジラモデルをカシオと一緒にやっているアイサーチジャパンというところとのコラボレーション、これが30周年を迎えるんですね。それを記念しての発売ということで、今回は白いケースに金色のインナーベゼルを配置した華やかなモデルが登場しています。そしてエベラールクロノグラフ1887ですね。ウォッチズ&ワンダースで発表された新作、日本でも発売となりました。1930年代に作られていたエベラールのクロノグラフに焦点を当てて再設計、2019年に発表されたコレクションの新しいバリエーションという形になります。今お見せしているカラーの他にもブラック文字盤があるそうです。どちらも数量限定250本での発売となっています。ではこの中からさらに3つピックアップして、本編の方で詳細をお伝えしていきたいと思います。これから時計を買おうと思っている皆さん、ぜひお役立ていただければと思います。それでは本日もぜひ最後まで楽しんでいってください。行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では1から順番に見ていきたいと思います。まずは皆さん気になってますよね、クレドールのロコモティブから見ていきたいと思います。こちらウェブクロノスさんの記事お借りして読んでいきます。クレドール50周年ロコモティブが復活、ジェラルド・ジェンタの仕事を成功が再現ということで、5月30日のニュースですね。1974年、最高の特選腕時計として誕生したクレドールは、2024年で50周年を迎える。この節目の年にクレドールよりロコモティブがリリースされた。ジェラルド・ジェンタがデザインを手掛けたこの名作を復活させたモデルは、世界限定300本が販売される。発売日は8月9日金曜日が予定されているということで、ここからはクレドールのブランドサイトを見ていきたいと思います。巨匠ジェラルド・ジェンタ氏のデザインが復活ということで、巨匠というふうに表現されていますけれども、ジェラルド・ジェンタさん、非常に有名なウォッチデザイナーの方なんですが、オーデマピゲのロイヤルオークやパテックフィープのノーチラスを手掛けたことで知られています。あとはブルガリブルガリとかですね、そういった歴史に残る名だたる時計のデザインを行ってきた偉大なデザイナーです。時計界のピカソであったりとか、奇才なんていう風にも呼ばれますね。そのジェラルド・ジェンタさん、実はセイコーの時計に対してもデザインを行っていたんですよね。実際にこちらがジェラルド・ジェンタさんご本人が描かれたスケッチだそうです。ここから忠実に再現して、今現代に蘇ったわけですが、当然ながらロコモティブのオリジナルモデル1970年代にあったんですよね。ただその時はですね、製造の技術が追いついていなかったということで、このスケッチから忠実に物を作るっていうところまではできなかったんですよ。なので今回のこのクレドールの復活というのは、
そういったものづくり、新しい技術、それを駆使してあの時再現できなかったジェンタのデザイン、それを完全にものにしてやろうという、そういったチャレンジも込められているんですね。こちらに書いてありますね。ジェンタ氏の手書きスケッチにオマージュを捧げ、オリジナルモデルから進化を遂げたデザインというふうに書いてあります。ジェンタデザインの復活というと、昨年大きな話題をかっさらったのは今こちらを映していますけれども、 IWC のインジュニアというモデルですね。これの復活が大きな話題になりました。やはり過去のジェンタさんのデザイン、それを忠実に再現するっていうことが当時はできなかった、じゃあ今やろうということで復活したのがこの IWC のインジュニアだったっていうわけなんですけれども、今回のこのクレドールも同じチャレンジになっています。ちなみにロコモティブという名称なんですけれども、機関車とか機関車のような動きみたいな、そういった意味があるそうで、ジェラルド・ジェンタさんご本人が付けられたそうです。クレドールというブランドを引っ張っていく、未来を担うようなモデルになってほしいという願いが込められて、そういった名前になったそうです。まあ、とにかくジェンタさんが手掛けたデザインということで、多くの方が湧いている今このタイミングだと思うんですけど、やっぱり細部の作り込みっていうのはクレドールの職人さんの腕が光りますよね。この文字盤パターンもその一つだと思います。蒸気機関車から吹き出す蒸気をイメージして作られたこのパターン、中心から外に向かって約1600本の線が引かれているそうで、その線1本ずつ機械で彫刻しているそうです。文字盤だけ見てもなかなか気が遠くなりそうな作業をしてるんですよね。それからパッと見ではわからないポイントなんですけど、外装素材なんとブライトチタンが使われているということで、ブライトチタンでこのケースデザイン、それからこの複雑なブレスレットのデザインっていうところ、再現するのは本当に難しいんじゃないかなと思います。これだけ細かいブレスレットのコマ、特にこの真ん中のつなぎ目のコマですよね。ここは大きいコマとの隙間がないように緻密に計算されて作られていますから、こういった加工をステンレスチールではなくてチタンでできるようになったっていうのが本当にすごいことだと思います。クォーツ式だったオリジナルモデルのサイズに合わせるため、警察9ミリ以下に抑えたっていうところも素晴らしいポイントだと思います。こちらスペック詳細をお伝えしていきます。モデル名はクレドール50周年記念ロコモティブ限定モデル。リファレンスナンバーは GCCR999。ケース、ブレスレットはブライトチタン製。ケースのサイズは 38.8mm 径、厚みが 8.9mm 厚。防水性能は10気圧。搭載されるムーブメントは自動巻きキャリバー CR01。パワーリザーブは45時間。世界限定300本。うち国内は200本。今年2024年8月9日発売で、今現在の価格は176万円税込みとなっております。では続いて見ていきます。続いてがオリスダイバーズ65オールブラックですね。こちらはウォッチメディアオンラインさんの記事をお借りして読んでいきます。オリス創業120周年記念モデル、ヘルシュタインエディション2024ダイバーズ65オールブラック発表。キャリバー400搭載。6月1日、オリスからの記事になります。続けて読んでいきます。オリスはスイスのヘルシュタイン村で1904年に創業しました。今年120周年を迎えます。創業当時からの独立精神が特徴です。オリスの誕生日を記念する今年、毎年恒例のスペシャルエディション。今回はキャリバー400搭載のダイバーズ65オールブラックです。はい、ということで、今こちらオリスの公式サイトになりますけれども、ヘルシュタインエディション2024。真っ黒なダイバーズウォッチ登場しました。これかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいな。オールブラックの時計、昨年ぐらいから一気に増えた気がしますよね。我々の動画でも昨年は確かノルケインのインデペンデンスコレクションワイルドワンのオールブラック取り上げた記憶があります。それから最近で言うと、どこまで黒ければオールブラックなのかっていうところは一旦置いといて、ベル&ロスの BR05 のブラックセラミックも登場しますからね。宝堂さんで5つのバリエーション全部見せていただいた動画や、それから我々のチャンネルメンバーハチさんがですね、購入したものの開封動画もありますし、なんで買っちゃったのっていう購入者インタビューもあります。まあ、こういった感じで真っ黒の時計ってずっとあって、実は目立ってなかっただけかもしれないんですけど、昨年ぐらいからこう我々の目に触れるところにこう一気に出てきたような、そんな気がしますね。でそんな中、オリスからも今回オールブラックのダイバーズウォッチ、ダイバーズ65のバリエーションで出てきたんですよね。ちなみにオリスというブランド、結構やんちゃというか、自分たちの信念まっしぐらみたいな、めちゃくちゃかっこいいブランドなんですよ。過去にはスイスの法律すらも変えてしまうような、そんな動きをしていたりとか、一時はオメガとかブレゲが属するスウォッチグループに所属していたんですけれども、これじゃ自由にできないってことで、そこからまた独立したりとかですね、結構やんちゃなことをしてきたブランドになります。ただ作る時計のイメージはどうなのかって言った時には、かなり真面目というか、もう本当に昔ながらのスイスの機械式時計だなっていう印象なんですけど、ここ最近、ここ本当に数年ですね、一気にカラー展開を増やしてきたりとか、
あとブロンズのモデルコットンキャンディというこういうカラフルなものが急に登場したりとかですね。あとは今年はアクイスウォーターメロンカラースイカのカラーが出たりとか、こちらは先週ニュースで取り上げましたけれども、そういった遊び心満載のものが出たりとか、最近こういったバリエーションの展開っていうところで遊び心を思いっきり発揮してるんですよね。ずっとずっと真面目に本当に昔ながらのデザインで時計作りを行ってきたブランドっていうところから、今はそこからぐっと垢抜けて都会的なデザインの花のあるデザインっていうのをすごくたくさんラインナップに加えています。で、今回のこのオールブラックもその流れに沿うものだと思います。ちなみに今回のこのオールブラック、オリスとしてはブランド初のオールブラックモデルなんだそうです。もちろん当たり前ですけど、ダイバーズ65のコレクションでも初になります。それからダイバーズ65にキャリバー400という5日間のロングパワーリザーブを搭載した自社製のムーブメントを搭載するのも今回が初めてなんだそうです。いろいろ初めて尽くしということで、120周年を祝うのにも非常に適したモデルなのではないでしょうか。ちなみに裏面のデザインも面白くて、これはオリスベアっていうブランドのマスコットなんですけれども、水着を履いてサングラスをしているという、そういったデザインになってますね。ではスペック詳細をお伝えしていきます。こちらオリスダイバーズ65ヘルシュタインエディション2024、ケース素材はブラック DLC コーティングのステンレスチル製、ケースサイズは 40mm、搭載されるムーブメントはオリスキャリバー400、パワーリサーブは120時間、防水性能は10気圧 100m、耐磁性能を有しています。そして嬉しいのはオリスキャリバー400を搭載しているということなので、マイオリスというものに登録していただくと、ムーブメントの保証期間10年にまで延長できるという素晴らしいサービスもあります。ただこちら限定で250本しか作らないそうなので、気になった方お早めにチェックしてみてください。では最後見ていきます。 G-SHOCK イルカクジラ、今年も出ましたね。2024年のバリエーション発表されました。見ていきましょう。こちらもウェブクロノスさんの記事をお借りして読んでいきます。 G-SHOCK からアイサーチジャパンとのコラボレーション30周年記念モデルイルカクジラが発売。6月2日のニュースです。カシオ計算機からイルカやクジラの生態に関する調査と研究教育活動を行う一般社団法人アイサーチジャパンとのコラボレーションが30周年を迎えるにあたり、対衝撃ウォッチ G-SHOCK の記念モデル3種類を6月14日に発売するとあります。登場したのがこちらの3本ですね。はい、ここからはカシオ G-SHOCK のページで見ていきます。毎年出るイルカクジラモデルなんですけど、楽しみなのはデザインですよね。今年はどんなデザインで来るのかなって、それを待つ楽しみがある。そして発表された時に、おお、そう来たかって毎回思う、その楽しみがあるのがこのイルカクジラというコレクションだと思います。あとタイミング結構重要で、あ、いいなと思ったらすぐに買わないとすぐに売り切れてしまうっていうのもこのモデルの特徴なので、ぜひ今回もこう見てパッとビビッと来たらすぐにお店に行って手に入れていただかないと、あっという間に売り切れてしまうと思います。このイルカクジラモデル、毎回デザインであったりとか、あと限定の G-SHOCK っていうところにフォーカスが当たってしまいがちなんですけれども、アイサーチジャパンっていうところとのコラボレーションモデルなんですね。で、そのアイサーチジャパンって一体どんなことをやってるのかというとですね、イルカとかクジラの生態について調べて、それを子供たちに伝えていくみたいな活動を行っている一般社団法人なんですよね。なんで、まあかなり広くまとめると海洋保護っていうところに貢献している、そういったところとのコラボレーションになりますので、ぜひそういった活動にも興味を持っていただいて、人間と同じ哺乳類ですから、イルカそしてクジラ一体どういう動物なのか、今彼らが生きている環境っていうのはどういうものなのかとか、そういったことにもぜひ一緒に興味を持っていただけたら嬉しいです。そして今回のデザインですけれども、新田ひとむしが手掛けたそうです。30頭のイルカとクジラのイラスト、それが時計のベルトであったりとか、いろんなところに描かれているというものになっています。こんな感じでたくさんのイルカやクジラがこの時計の中どこかにいるということで、探してみて、あ、これはこれだなみたいなやるのも楽しいですよね。イラストを手掛けた新田ひとむしはクジラ愛好家としても知られるアーティストさんです。こちら彼のホームページになりますけれども、やはりこちらもクジラ愛に溢れてますね。クジラが好きな全ての人へということで、ちなみに新田ひとむさん、今回のイルクジモデルが初ではなくて2004年に一度手掛けております。それから他のお仕事としては、国立科学博物館の大哺乳類展海の仲間たち公式キャラクター2010年に手掛けていたりと、クジラというジャンルの中で幅広く活躍されているアーティストさんです。箱や袋も特別なものが使われていますので、これはコレクター心というか、使うものと取っておくものと、できれば2本欲しいなと思ってしまいますね。で、今回ラインナップは3本ですね。オリジナル5600シリーズの四角型、あとフロクマンのタイプ、それから丸型のタイプですね。この3つ同時に発売されています。個人的には毎回そうなんですけど、フロックマンがめちゃくちゃ気になります。はい、といったところで本日は気になる新作時計のニュースをお伝えしてきました。新作の時計本当にたくさん今出ています。皆さんも気になるモデルありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければ幸いでございます。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。